昔々あるところに仲の良い妖怪たちがいました。川が好きな妖怪カッパ、白い毛色が美しい狐の妖怪白子、尻尾が二つに分かれている猫の妖怪猫股。今日もヨタ話をしてはしゃいでいます。カッパが鼻息荒く言いました。人間のいる町に行きたいカッパ、知ってる？町には千のキュウリってのがあるらしいカッパ。キョトンとしながら白子が問います。千のキュウリ？キュウリが千本あるってこと？知らないカッパ。でもきっとすごいキュウリに違いないカッパ。カッパはおかしくなったんだ。白子はそうして納得しました。が猫股は一応相手をします。人間界か、神様にバレたらひどい罰を与えられてしまうにゃ。神様は妖怪が人間界で悪さをしないように見張っているのです。続けた白子が、それにこの姿で町に行ったらきっと人間が騒いでしまうよ。するとどこからともなくクッ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 と笑い声が聞こえてきました。声がする方に目をやると汚い石が一つあります。次の瞬間ボワーンという音とともにそれが妖怪のタヌキに変わりました。タヌキは笑いをこらえながら、くだらないタヌ、お前たちの話はくだらないタヌと言います。しかしカッパたちはタヌキが化けていた石がすごく汚かったな、なんであんなに汚かったんだろうとそちらに気が入ってしまいました。少しするとカッパがはっとひらめきます。ちょうどいい、タヌキ、人間に化ける方法を教えてカッパ。え、人間タヌ、ほうほう、よし任せろと言いたいところだけど、人間に化ける方法は知らないタヌ。アウストラロピテクスに化けるのが関の山タヌ。アウストラロピテクスとは人間の祖先ではあるが、様子は猿に近い。惜しい、いや惜しいという表現が適しているのか。そしてなぜタヌキはアウストラロピテクスの化け方を会得したのか。この微妙な空気を打ち破るようにタヌキが言います。噂好きの風神なら何かいい情報を持っているかもしれないタヌ。一理あると、カッパ、ヤッコ、猫股はタヌキと共に風神のもとへ行きました。しばらく進むと辺りの風が強くなってきました。キュルルルルル、キュルルルルル、音がどんどん大きくなっていきます。キュルルルルル、キュルルルルル。風に抗いながら一歩一歩前に進んでいくと、やがて目の前に風神が現れました。ああ風神、やはりこの迫力のある音は君が出していたタヌね、とタヌキが危機として話します。はっはっは、まあね、最近大腸の調子が悪くて変な音が出るんだ。キュルルルルル、風の音ではなく風神の内臓から発せられる音でした。これは結構重たい病なのでは、と一同が心配そうな表情で見ていると、もしかして私が持っている風の噂を求めてやってきたのかな。さすが風神、察しが良いとばかりにうなずく一同。それなら良い噂が入っているぞ。最近そこかしこでお腹が異常に緩くなる病が流行っているそうだ。気をつけた方が良いぞ。あなたはまさにそれにかかっているのでは、と思いながらもそれは飲み込んで白子が尋ねます。一時的に人間に変身する方法を知りたいんだけど、手がかりになりそうな噂はない？風神は答えました。なるほど、今のところ参考になるような情報はないな。一つ言えるとしたら、天狗でカス、しばしの間の後猫股が聞き返します。て、天狗でカスにゃ。そうだ、物知りの天狗がいてな、わからないことがあったらその天狗を尋ねなさいって意味だ。それが天狗でカスだから、お前たちも天狗でカス。釈然としない表情のカッパたち。しょうがない、
分かりやすく説明しよう。川屋はどこですか？と老婆に尋ねられる。そしたらこうだ。天狗れかす。他にも土佐日記の作者って誰だっけ？と聞かれたら、天狗れかす。天狗るにはどうしたらいいの？にももちろん天狗れかす。どうだ？分かったか？一同は余計混乱しましたが、これ以上天狗れかすの使い方を学んでも意味がないので、分かったと適当に答えて天狗ることにしました。風神が操る雲でひとっ飛び、あっという間に天狗と対面することになりました。天狗は会うや否や、何だって知ってるさ、だって私は物知り天狗と大声で言ってきました。さらに続けて、君たちがここに来ることだって知ってたさ、だって私は物知り天狗。少し整理のつかないカッパでしたが、負けじと問いかけます。実は人間に遮るように天狗が、おっと皆まで言う必要はないさ、姿を人間に変えたいんだろう、なんだって知ってるさ、だって私は物知り天狗。イラッとしながら大きくうなずくカッパ。やや気の毒な妖怪だが、これは頼りになる。解決への期待が高まります。自信たっぷりに天狗は言いました。任せなさい。全知全能の神様の居場所を教えてあげよう。あの方なら何か必ず知っているさ。皆一瞬感心するも、冷静になって天狗自身は知らないんだということに気づき、興ざめしました。もう何でもいいからこの件を片付けたい、というよりそろそろまともなやつに出会いたい。一同は天狗に案内してもらうことにしました。そして神様にお目にかかることができ、カッパは事の顛末を話しました。神様が答えます。つまり人間のいる町に繰り出したいから、人間の姿になりたいんじゃな。はい、わかった。その言葉におおと歓喜する妖怪一同。そして神様の手元から神々しい光が放たれます。その光を浴びたカッパ、白虎、猫又、タヌキ、風神、天狗は人間の姿になりました。念願かなったカッパは喜びを抑えながら念のため聞きます。ちなみに元に戻るときはどうすればよいカッパ？その問いに神様は、どうするもこうするもお前たちは一生その姿じゃ。え？神様の逆鱗に触れた妖怪たちは人間の姿をした低級霊になり、妖力を失ってしまいました。それも一生です。ちなみにこの後カッパが言っていた千のキュウリが、当時茶人として名を馳せていた千の利休の聞き間違いであったことが判明しました。バカバカしくて仕方ないことをへそで茶を沸かすと言いますが、この一連の騒動にぴったりの言葉です。おしまい。